鈴木園子1月20日から2000年12月5日は昭和50年代から平成年代にかけての美容研究家、料理研究家である。本名、鈴木園子。株式会社時のを創業した東京府出身。山脇学園中学校、高等学校を経て学習委員女子短期大学食品科学科卒業。ジッの死去後、 譲り受けた遺産を元手に株式会社トキノを設立し、虚食症で愛息を失ったことから考案した鈴木式ダイエット法を1980年日本にまとめた痩せたい人は食べなさいがミリオンセラーとなった。その後は白米食を中心としたダイエット法の提唱者として会社経営のほかに各地で講演活動を行った。また、美容研究家としての活動も開始し、 1990年代後半には、その異様に白塗りした仮面のような顔と、テレビ番組出演の際に顔だけ、集中的に照明で照らすという演出方法により、美白の女王としても一世を風靡した。1999年3月のイレウス発症を、木に体調を崩し気味になり、翌年11月下旬に風邪をこじらせて入院して1週間後、肺炎のため休止した。 68歳没。改名は、白蓮陰名陽費園大師。墓所は、成田メモリアルパーク。鈴木園子墓所短期大学卒業後は、お見合いで結婚し一男一女を設け、株式会社時の創業までは、平凡な専業主婦として過ごしていた。1976年、巨職症を患っていた息子が、ベランダにいたところ突然倒れそのまま、転落死。 料理研究家が料理で息子を救えなかったと後悔したことが鈴木式ダイエット法考案のきっかけとなった。政治家、落ち道夫の選挙応援を幾度となく言ったことも知られるが、これはオチの永年連れ添った妻が鈴木の学習委員時代の動機、親友であったことに由来した。鈴木は晩年、ホテルニュージャパンの元オーナー、横井秀樹が所有していた東京。 全園調布の邸宅跡地を購入、自身の邸宅の建設を進めていた。建設は、鈴木の死去により中断され、土地は売却された。2000年に講談社の月刊少女漫画雑誌、デザートにおいて、鈴木園子物語というタイトルで、彼女の半生が描かれた漫画が掲載され、単行本も発売されている。テレビドラマ放送枠。 ドラマコンプレックス内で2006年に放送されたエピソードダイエットの女王鈴木そ子では坂下千里子が20代の鈴木そ子役加賀真リ子が30代から晩年の鈴木そ子役をそれぞれ演じたありがとうございます